ゾンダーホーフェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ群に属す、町村でアウプ行政共同体を構成する、市町村の一つである。ゾンダーホーフェンは、ガウバン自転車道沿いのリッタースハウゼンと、ゲルヒスハイムの間に位置し、ビュルツブルグ開発計画地区に含まれる。この町は、公式には5つの地区からなる。1803年、 ビュルツブルグ主教領の一部としてまず、バイエルン大公領に世俗化された。その後、プレスブルクの和訳に基づいて、トスカーナ大公フェルディナンド3世が創設した、ビュルツブルグ大公国領に移されたが、1814年に、これが廃止されると、最終的に、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革の時代、1818 18年に、 発令された市町村例により現在の自治体が形成された。町長はヘイリベルトネッカーマンである。ゾンダーホーフェンのドルフプラッツ2005年8月にゾンダーホーフェン地区の中心にドルフプラッツが設けられた。この広場で目を引くものは特殊な種類の表石で作られた噴水である。町長が個人的にこの広場を手入れしており、多くの花や植え込み、芝生が育っている。 ありがとうございます。